ああ、もうやだ。また何かあったんですか？自炊が健康にも節約にもいいかなと思って頑張ってるんだけど、何を作ればいいかわからないし、時間もかかるし大変だよ。栄養バランスを考えているとメニューを決めるのにも一苦労ですよね。そんな先輩に今日は初心者でも続けられる自炊のコツを紹介します。よし、しっかり学んで頑張るぞ。まず正しい食材の保存方法を攻略しましょう。そうそう、食材をうまく使えず気づいたら腐ってること多いんだよね。大体の食材は冷凍保存ができます。肉や野菜や魚はもちろん、乳製品も冷凍保存できるんですよ。え、乳製品も？乳製品は賞味期限が短くて消費しきれないから買うのを我慢することもあるんだよね。乳製品は取っておきたい栄養素がたくさんなので欠かさない方がいいですよね。例えば牛乳は製氷機を使って冷凍するのがいいですよ。少量ずつに分かれるのでノンストレスで保存使用ができます。へえ、めんどくさがりな私でも真似できそう。スープに使ったり、コーヒーや紅茶に凍ったまま入れたりするのもいいですよ。紅茶に牛乳氷、おしゃれ女子って感じ。おしゃれつながりで言うとヨーグルトも冷凍できます。砂糖やジャムなどの糖分を加えて冷凍することで分離や乳酸菌の減少も防げます。凍ったままフローズンヨーグルトとして食べるのも美味しいですよ。フローズンヨーグルト、それにフルーツを添えて、でも憧れのおうちカフェもできるじゃん。夢が膨らみますね。続いてお肉の冷凍についてです。ズボラ、あ、ずんだ先輩は肉を冷凍するときにまさかパックのまま冷凍したりしてないですよね。え、わざわざパック詰めされてるのを出す必要あるの？やっぱり明日から絶対やめてくださいね。パックのままだと冷凍されるのに時間がかかったり、ブリップが出てしまったり、衛生面で良くない点が多々あります。じゃあどうしたらいいの？1回分の量を小分けにしてラップに包み保存袋に入れて冷凍してください。金属製のトレイに乗せてると冷凍にかかる時間も短縮されますよ。ポイントは密封と急速冷凍です。へえ、知らなかったことだらけだ。ちょっとめんどくさいけど、それで腐らず美味しいお肉が食べられるなら頑張ろうかな。乳製品もお肉も賞味期限は書いていますが、あくまで目安です。品質を落とさず保存するためには必ず新鮮なうちに冷凍してくださいね。最後に一番簡単な野菜の冷凍です。ほうれん草やブロッコリー、キャベツなど葉物野菜は生のまま冷凍して OK です。あらかじめ切り分けて冷凍しておくことでそのまま調理に使えるので料理の時短にもつながりますよ。葉物野菜は繊細そうだから冷凍ダメかと思ってた。下処理いらずで長く保存できるなんて私に向いてる。しかも野菜が毎日取れたら健康にもなれるじゃん。野菜はまとまった量で売られているので一人分の量だけ使っていくと絶対余りますもんね。冷凍保存して無駄なく使えると健康にも節約にもつながりますね。よし、これで食材を無駄にしてしまう悩みからは解放されそうだ。しかも冷凍することで料理の幅が広がりそうでワクワクしてきた。毎日いろんな食材を使えたら楽しみも広がりますね。次回の動画は時短でできる調理方法の基本を攻略しましょう。